明日6レース、ルーキーレース走られます。埼玉の森田選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずは125キロで S 級ですね、1番目に決めましたけども、それについて感想を聞かせていただきたいんですけど、どうでしょうか。そうですね、まずは目標、短期目標としてたスタートライン立てて、安心です。A 級の頃は、結果をという話でしたけども、S 級に上がってから力を出し切るレースという形でしたけども、まず一走してみてどうだったでしょうか。そうですね、A 級と S 級じゃやっぱ流れが違ったんで、そこら辺本当に今後修正する課題が見つかったっていうか、そういう3日間になりました。で今回はまたルーキーシリーズ以来の同期とのレースになりますけども、やっぱり同期との戦いっていうのはやっぱりちょっと意識するところはありますかね。そうですね、普通の競争と違って、今回は短期との競争で短期での競争になると思うので、そこら辺しっかり意識して、自分で組み立てていきたいと思ってます。関東は4人いますけども、今回短期っていう形になりましたけども、森田さん自身としては連携したいなっていう気持ちがやっぱあったんですかね。そうですね、結構悩んだんですけど、中島純さんが、短期で一発狙いたいって言ったので、そこら辺は個人の意見尊重して各自短期でやることになりました。でここの慶応学競輪場は8月にミッドナイトで走られていると思いますけども、ここのバンクの感覚というかイメージというのはどうでしょうか。そうですね、正直ちょっとあんまり覚えてないんですけど、でも嫌な感じはしなかったと思います。でご自身中4日ほどでここに来られましたけども、状態っていうのはどうですか。そうですね、いつも通り練習してきて、いつも通りの練習メニューで追い込んできたんで、特に、体調も大丈夫で、戦える状態だと思います。わかりました。では、明日に向けての意気込みを最後にお願いします。はい、明日もストイックを全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします。